都市計画道路東相川のぶせり間線。都市計画道路東相川のぶせり線。都市計画道路東相川のぶすま線とは、福岡県久留米市東相川の野の花交差点から、同志信ぶせりの信ぶせり交差点に至る、国道322号と福岡県道86号、市道から構成される都市計画道路である。外環状道路とも呼ばれ、内環状道路。 中間上道路とともに、久留米市の環状道路を構成する。福岡県南部の久留米都市圏を通過する主要道路の多くが久留米市街地を経由し、生活移動とその他の交通が交錯している状況にあった。特に従来からの市街地の中核をなす、西鉄久留米駅前の東町交差点では、国道3号と国道322号、 国道209号が交差している。また、国道3号のほとんどが片側1車線であるほか、九州自動車道久留米インターチェンジのアクセス道路も乏しく、市街地の渋滞は年々悪化していった。本道路は、久留米市街中心地に対する環状道路としての役割を持ち、市街地に流入する車両を減らすほか、市内各地や主要国道から、 クルメ IC へのアクセス充実を図るべく建設された。将来は、トスクルメ道路と直結し、国道3号のバイパスとしての役割も担うことが、期待れている。周辺道路の外境も同時に示す。それぞれの当該道路に関しては、各路線の記事を参照のこと。1973年、クルメ IC 開業と共に開通した 1km 弱の区間で、 国道322号の一部である。国事業区間として建設された。相川大橋から南進市野の家交差点、国道322号を直進するとそのまま本、道路に入り、途中で、久留米 IC と接続する。久留米 IC 南側の高速道入り口交差点、国道322号、県道53号は立体交差となっており、速道が国道322号、 本線は県道86号となる。本道路は同志東相川にあるのの下交差点を起点として計画されたが、長らく遠く間のみの共用となっていた。1970年に国道322号が新たに指定された際、この近辺のルートは立原井町内から西鉄天神大向田線に並行して、宮の神経を渡り、中央公園の西側を経由して、 通り町10丁目交差点から国道3号と交差すルートだったが、1988年の相川大橋、開通に伴う国道区間指定変更でこの区間が国道322号となり、相川大橋久留米 IC 高速道、入口交差点千本杉交差点、東町交差点というルートになった。また、このうち高速道入口交差点東町交差点は、 元々国道210号の区間で、国道210号は、起点が東町交差点から東口原交差点となり、久留米東バイパス経由へ変更された。以上に伴い国道指定を解除された区間について、立原町内から通り町10丁目交差点までの、旧国道322号は、県道88号に、高速道入口交差点から、蓄水高校前交差点。 クルメ東バイパス終点までの旧道210号は、県道53号と指導に変更された。2008年に、老い小学校西交差点、県道800号から宿りにし、県道7 5 5号交差点、2012年に高速道入り口交差点をい、小学校西交差点が共用を開始した 1.56km の区間で、県道86号の一部、 県事業区間として建設された。久留米インター南側のアンダーパス本線入り口からが県道86号となり、高速道入り口交差点と JR 九州久市大本線の下をくぐる。現在本道路がある位置はもともと住宅街で、国分町や甲羅内町から久留米 IC へ向かう車が高速道、入り口交差点に出る狭いな生活道路へ大量に流入していたため、 日差し台本線の踏切と相まって終日渋滞していた。2012年の東区間開通とともに、本道路が県道86号として指定され、並行する旗崎交差点から宿り交差点までの区間が県道指定を解除されるとともに、宿り西交差点から宿り交差点までは県道800号との副区間となった。これに伴い畑崎交差点から宿り交差点の 間で朝の時間帯に設定されていた一方通行規制は廃止された。2006年に北島交差点、県道752号上津荒木、国道3号、2013年に宿り西交差点、北島交差点が開通した 2.37km の区間で全て始動。2006年開通分は県事業区間として、2013年開通分は、 指事業区間として建設された。本道路と並行する道路は特に存在しなかったが、開通に合わせて、墨山の下を通るトンネル、墨山第一、第二水道が建設された。東区間の内北島交差点から武警交差点までは、もともと自衛隊久るめ駐屯地の敷地庭園を通る1.5車線道路が存在しており、本道路の開通に伴って拡張された。 1997年に開通した 1.94km の区間で県事業区間として建設された。全線が指導区間。国道3号と国道209号をつなぐ道路として本道路の中では比較的早期に開通したためバイパスの名称が付けられている。一般には過密バイパスの故障が浸透している。全線片側2車線。周辺は ロードサイド店舗が数多く存在しているが、終点の上津荒木、甲だらき交差点は接続する国道3号が両方向とも一車線の区間であり、混雑しやすい。蔦屋は、かつてのぶ里間交差点付近と上津荒木交差点のわずか2キロほどの間に2店舗が営業していた。これは、上津町側の店舗がもともとカメラの北村が運営する。 レンタルビデオ店であったの、北村のレンタルビデオ業からの撤退とツタヤとの業務提携のために、それまで北村が運営していた店舗をすべてツタヤへと譲ったためであった。しかし、2009年3月に、ノブセリ館側の店舗が閉店、現在店舗後はブックオフが入店し、現在は過密町側のみにある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。